イエイポリンです。こんにちは、おはようございます、こんばんは。今の爪まだ変わってないよ、氷山ネイルのまんまです。そして今日はお弁当を買ってきた。これはね、ホットモットの全部のっけのり弁みたいなやつめっちゃ豪華なのり弁。あとね、これ何が入ってるでしょうか、見ていきましょう。じゃーん、ポリの大好きなエビフライ、豪華に付け足して買ってきました。ほら、めっちゃ美味しそう。これね、1つ100円だった。もう3本ぐらい食べたかった、本当は。てかエビフライのり弁が良かった、本当は。声を聞いてもらって分かる通りに、まだまだ風邪ひいてて、で薬も飲まなきゃないから、しっかり食べようと思って、じゃあ食欲はあるからちょっと食べたいもの食べようと思って、ホットモットで出来たて、まあ、こういうのって、ほら、なんて言うんだろう、いただきます。こういうのってなんていうの、作ったものなんだけど、なんていうんだろう、多分こうね、冷凍とかを揚げたものなのかもしれないけど、でもなんかホットモットとかお弁当屋さんってさ、あったかいじゃん。それがいいなと思って。たださ、お母さんが作るお弁当って冷たいお弁当がいいんだよね。でもなんだろうね、なんでこっちはあったかい方がいいのかわかんない。でもホットモットはなんかあったかいから好きなの。でも基本お弁当って冷たい方が好き。まあどっちでもいいんですけど、あのね、風邪ひいてるからもりもり食べようと思って、栄養取らなきゃと思って、自分に栄養取らなきゃいけないんだよって思って、よし、じゃあお弁当食べよう、ホットモット行こうと思って買ってきたんだけど、別に風邪ひいてなくてもこのぐらいもりもり食べてるわけ、ポリ。だからなんていうの、自分ってなんかさ、すごい言い訳するよなと思って、言い訳してもりもり食べようとするよなと思って本当に自分ってって思った。別にね、食べてんのよ、普段も。だから毎日チートデーだなと思って、別に風邪ひいてなくても食べてるからね。もう本当やっぱ言い訳ばっかしてるからダメなんだろうなと思うよ。そんなこんなでポリのもぐもぐ Vlog 始まりましたが、とりあえず美味しかった。それでね、ポリのね、バイト先にね、今日知り合いの人が来てくれたので、ここに引っ越してきて2年半、もうすぐ3年目なのかな、丸2年もうすぐ経とうとしてるんですけど、多分3年かなちょっと全然わかんないけど、その数年の中でもあんまり知ってる人って増えてなくて、こっちに来た時に働いたバイト先の人と今のバイト先と友達とみたいな感じで、本当に数えるぐらいしか知ってる人がいないんですけど、その中の顔見知りの知り合いの方がたまたまこう来てくれたので、まあ言っちゃえばラーメン屋さんでポリバイトしてるんですけど、前にね、その親子で来てくれたの、結構年いったお母さんとその息子さんって感じなんですけど、前来てくれた時すっごい嬉しかったから、ポリの自腹で卵をラーメンに乗っけて、それをプレゼントしたのね。ポリからですって言って、来てくれてありがとうって言って、
別にそんなことする必要ないかとは思うんだけど、このなんていうの、知り合いが少ない中で知り合いの人がポリが働いてると思って来てくれたことがとっても嬉しかったから、そういうふうにどうぞって言って1回目会えた時はそういうふうにしたので、帰ったから LINE してありがとうございましたって、会えて嬉しかったっていうふうに言ったら、その方がああいうふうに気使わないでねって、気使われたら逆に生きづらくなるからって言われたの。ああこの人そういう人だったわと思って、本当にお母さんみたいな年齢の人なんですよね。で、ああそっかそっかって、そうだよねって、この人そこまで考える人だったわと思って、しかもね、自分がすごい若い、その方にしたら若いのにそういうことしちゃ逆に失礼だったかなって思って考えてたの。そういうことが一回あったのね。で、今日またそうやって息子さんと二人で来てくれて、わーわーまた来てくれた久しぶりみたいな感じで話してて、で注文が決まって、でこれとこれととかって言って、でその時にその方が息子さんに、あんた卵とか乗っけないのって聞いたの。あーじゃあ乗っけようかなって言って、私はいらんわって言ったの。だからその息子さんだけその卵をトッピングみたいな感じで注文を受けたのね。って、もしかして卵嫌いなのかなとかって思って、そっかそっかって思ってたんだけど、すごいこれ意味がわかると深い話になるんですけど、多分その方はポリがもう一回気を使わないように、ポリが注文聞きに行った時にわざと息子さんに、あんた卵いらないのって聞いたんだよきっと。で私はいらないわって言ったと思うのよ。絶対そうなの。考えすぎって思うかもしんないけど絶対そうなのね。でやばと思って、この人の気遣いやばとか思って、すげえなーって思って、それそういう風にしたらもうポリはそれ以上気を使わないだろうなって思ったと思うの。でもポリはその前回の連絡した後にその何もしないことも気遣いなんだなっていうことを学んでるから、本当に今回に関しては何もするつもりがなかったし、そのことについて触れもしなかった。でもよくよく考えたらそんなことなんだなと思って、めっちゃやばと思って、で会計でレジに来てくれた時に、ねえねえ何とかさんすごいね、やばいねって言ったの。はあ何がって言われて、いやいやいや何がっては言わないけどマジですごい方だと思うって言って、私あなたみたいな大人になりたいって言ったの。そしたら、ああそうって、どうぞどうぞ私みたいな大人になってくださいって言われたの。だから、うん、分かった背中見とくねっていう会話をして、あじゃあまたねバイバイみたいな感じでお店を後にしたんですけど、なんて言うんだろうな、そういう大人になりたいマジで。なんかそのさ、押し付けがましくない、あでもポリは気づいたからなんて言うんだろう、なんかかっけえなーって思ったけど、マジそのさりげなさすごくない？それをでき自然にできるってやばくない？もうこれをね絶対言いたかったからお弁当を買ってきて食べてるっていうのもある。このお弁当を食べながらねお話ししてみんなにね聞いてほしいなと思ったので、私好きなものは最後に食べるタイプです。エビフライは尻尾まで食べる派です。好きなものを一番最後に食べる人って普
太りやすいし食いしん坊なんだって。なんでかっていうと、その好きなものを食べるっていうミッションが成功するまでごちそうさましないから。じゃーん、デザートは赤福です。昨日こちらもポリの数少ないお知り合いのよくお話に出てくるネイリストさんが、ほらお土産だよって言って持ってきてくれたので、2日間で今日まで、2日間の賞味期限だったから今日までだったから、昨日4つ食べて今日も食べようと思って冷やして楽しみにしてたの。あんなにもりもり食べた後にね、ほらいただきます、すっごい美味しいよね赤福って。この柔らかいお餅とさ、このなんていうの、このちょっとザラーっとしたあんこ、これ褒め、ちゃんと褒めれてるかな、その食感がねすっごい美味しくてね、こうやって下についてんのもね残さず食べたいなって思って。嬉しいよねこうやってね。なんか買いたいなと思ってたけど、買えてなくて食べれてなかったからすっごい嬉しかった。なんで食べたいものわかるんだろう。前もさ551の蓬莱のさ肉まんお土産で買ってきてくれた時あってさ、ポリ何も返せてないのにさこうやってしてくれるんだよ、すっごい嬉しいよね。そう、汚いけどちょっとさすがにやっぱお腹いっぱいだったからもう一回後で食べることにして、これも冷蔵庫にしまいたいと思います。今日中には食べるけどね。ということで本日ももぐもぐ Vlog でございました。なんか見てくれる人は少ないんだけど、このこういう動画なんかポリ自分が好きだからどんどん届けたいと思いますので、イエーイ、これからも楽しみにしててね。バイバーイ。